柳谷小八は、落語の名跡。柳谷小八は、広島県出身の落語家。落語協会所属の新内。出林は、月記猿、門は、わり派内は。本名、小玉康弘。妻は同じく落語家の部財邸、泉。近畿大学附属福山高等学校を卒業して、東京農工大学工学部に進学する。初めて落語を聞いたのは、 大学入学後に上京してからである。友人に誘われて、落語研究会に入り、浅草園芸ホールの寄せが最初の落語。その時の出演者の一人が最初の師匠、柳屋北八であった。その印象の強さから北八への弟子入りを志願し、寄席の楽屋で出待ちをするなどしたが、何度も断られる。話家になりたいなら、他の師匠を紹介するとも言われたが諦めきれなかった。 2001年3月に大学を卒業するが、就職せずにアルバイトをしながら1年半以上、弟子入りを嘆願し、認められて2003年2月に入門。4月に前座になる。名は、小、玉。弟子入り後は、住み込みではなく、何か用事がある時に電話で呼び出されたので、落語家初の通信制弟子と話すことがある。2006年5月、二つ目に昇進。土米に改名。 この名前は、東海道中膝栗毛の矢印、北八にちなみ、矢印の路邸から付けられた。2016年5月、師匠北八が死去。大師匠である十代目、柳屋子三次門下となる。この五郎新内昇進の内定が出る。2017年3月、新内に昇進。同時に、北八の全名である五八に改名した。は、記憶。 ケだるく元気よくこれは、師匠である、柳屋北八のモットー、清くク、気だるく美しくにちなむと思われる。落語協会の2003年同期10人組で、天を結成、ブログなどで情報発信をしていた。他のメンバーは、古今帝文菊、三遊帝都近、霊霊者バルコ、桂美希助、竜帝小道、古今帝信吾、 古今ココイコマジ、柳谷小平太、柳谷進之助、ありがとうございます。